願いします。お願いします。よろしくお願いします。バイト探しはインディード、バイト探しはインディード、バイト探しはインディード。スタート。スタート。どうして初めてのバイトはインディードなのか。それはね、すべてのはい。スタート。いい顔してた。いい顔してた。バイト探しはインディード、バイト探しはインディード、バイト探しはインディード、バイト探しはインディード。見て。働く。はい。スタート。よかった。もうちょっと静けさが辛い。バイト探しはインディード、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 バイト探し。はい。バイト探しはインディード、バイト探しはインディード、バイト探しはインディード。昨日生まれて初めてキャンプに行ったんですよ。で2500円ぐらいのテントで富士山の麓に泊まったんですけど、で朝露に何て言うんだろうな、テント自体がこう湿ってもうほぼ壊滅状態にあって朝を迎えたっていう。それからちょっと何て言うんだろうな、でもキャンプ自体すごい楽しかったんですよ。テント張ってキャンプしたいと思います。私今年の夏でちょうど20歳になるんですよ。なのでそのタイミングで一人旅をしたいなっていうのはずっと思ってました。海外に行きたくて、とりあえずどこでもいいんで、あんまり夏が好きじゃなくて暑いのが嫌いなんですよ。結構あんまり外に出るのも好きじゃなくて、だからまあなるべく日に当たらないように生活したいかなと思ってます。じゃあ打っていただけ、夏休みとか、はい、夏休み、じゃあバイトで。この後の海の家が神奈川県の三浦市ということなので、大好きなね太陽の、大好きな大好きな太陽のですよ、ね、コンサートイベント運営、おプールの監視。ああ、夏っぽい。夏っぽいですね。あ、海の家のレストランでとか。へえ。夏の洋楽系ボーカリスト。ボーカリストというバイトですか。そうみたいですね。履歴書なしで簡単応募ができるみたいですね。どうですか浜田さん。大丈夫か。歌ですか。歌っちゃった。三浦市で。三浦市で。急にボーカルのバイト。すごいですね。すごいですね。楽しそう。夏っぽいのがたくさん出てきますね。鍾乳洞。何？涼しい。なんかね、鍾乳洞の中のなんかいい、ね、ツアーする人とか。なるほど。なんか洞窟系ですね。靴っていう字。はい、もう靴のみで。ちょっと私も夏得意じゃないので。涼しい夜って検索して涼しい夜のバイト。今日みたいにいろんなシチュエーションでユーザーの方が、あ、こういう格好してみたいとか、あ、こういうお店で働いてみたいっていう何かのきっかけになったらいいなと思いますんで。バイト探しはインディード、バイト探しはインディード。白くなった？マジ？バイト探しはインディード、バイト探しはインディード、バイト探しはインディード。見て。働こ。バイト探しはインディード、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 バイト探しはインディード。夏だ！かき氷だ！バイト探しはインディード。
バイト探しはインディード、バイト探しはインディード、バイト探しはインディード、いらっしゃいませ、バイト探しはインディード。